はい、皆さんこんにちは。最近ね、私はね、疑ってます。何をかと言いますと、もしかして韓国のムン・ジェイン大統領と北のキム・ジョンウンですねは握ってんじゃねえかなと、裏でいろいろね、おかしいことがあるんですよ。ずっとこう考えていくと、まずトランプ君ってこの前のフランスの G7 の席上、安倍君との雑談の中で、ムン・ジェインは信用できないと、キム・ジョンウンはムン・ジェインが嘘つきだと言っているという非公式発言をしていて、それが日本側からリークされましたね。で、日本では割合大きく報道されていました。これに対してね、韓国側の反応何もない、私が知る限り何もないんですね。まあ息を吐くように嘘をつくと言われている韓国人ですから、嘘つきだと言われることにはそんなにその日本人ほど抵抗はないのかもしれませんけども、アメリカの大統領に言われたっていうことはとっても意味があることなんですね。それで、キム・ジョンウン側の北朝鮮は、ことあるごとにこのムン・ジェイン政権を非難し続けてます。ものすごい汚い言葉で罵ったりしていますね。これに対して、ムン・ジェイン政権は特に反応してる感じがしない。私が認識してる限りあんまり反応してないんですね。で、一連のトランプ、キム・ジョンウンの会談の仲介をするということで、ムン・ジェインが立ち回って、双方にいいことを言って、誤解を与えて、その失敗の原因を作ったということはどうやら確かなんですね。ハノイ会談の物別れっていうのは、ムン・ジェインが下地を引いたわけだと私は理解をしています。その時点で双方から完全に信頼を失ったのがムン・ジェイン政権なんですけども、どうもですね、その後の動きが特に言い訳をするわけでもないし、北にするよるわけでもないし、ジーソミアとかを破棄してひたすらその反米色、反日色を強めているのがムン・ジェインですね。で、そもそもその第1回のムン・ジェインとジョンウンの会談あたりでチャンネルができたんじゃないかなと、いわゆる何かでこれ連絡取り合ってやりましょうねみたいな。で、いろんな面でですね、疑わざるを得ないことがありますね。例えば去年の海上自衛隊の飛行機に対する、航空機に対するレーダー照射事件は、なんでレーダー照射したかっていうと、近寄ってほしくなかったんだと言われてますね。で、ちょうどその頃、キム・ジョンウンに対する暗殺未遂が行われて、その犯人たちが船で日本に逃亡するところを韓国軍が捕まえたと。で、捕まえてる途中で日本の海上自衛隊機がやってきたので、レーダー照射で追い払ったというようなことが、当時まことしやかにこうささやかれていたんですが、その後どうなったかよく分かりません。捕まえた犯人は反問点で引き渡されたというふうな噂も流れておりましたが、真偽は分かりませんね。で、8月25日発売号の月刊花田という雑誌があるんですけども、その中で、ムン・ジェインは北の労働党、まあ共産党ですね、北の労働党の秘密党員じゃないかという疑惑が指摘されています。で、月刊花田はこれでですね、完売して増刷をかけたという、非常に今時の雑誌としては珍しい、ぐらいの売れ行きを示したんですけども、これに対してもムン・ジェイン政権は何にも反応してません。私が知る限りですよ。非常に韓国に厳しいことを書く産経新聞が何かを書くと、非常にそれに反応したりする韓国なんですけども、ちょっとした記事を書いたら、その韓国ソウル支局長をですね、名誉毀損で訴えたりとかするぐらいのお国柄なのに、ムン・ジェインさんが労働党の秘密党員であるなんていうのは、スキャンダルに近いわけなんですよ。
日本のメディアとはいえそういう話が出てきていることに関して、韓国内で報道されたという話も聞きませんし、ムンジェイン政権がですね何かこう反応したということも聞きません。まあだからまずいことには沈黙するのかなと、要はあんまりその騒いでほしくない事柄については黙ってやり過ごす、そのうち誰も何も言わなくなるだろうと思ってるのかもしれませんね。で最近 の北朝鮮の消息ってあんまり聞こえてこないんですけども、まあもちろん経済制裁が効いてて苦しいなんていう話はありますけども、内実それほどでもなさそうなそれほどでもなさそうな声というか消息も聞こえてきます。で南のねムンジェインさんって、まあ、秘密党員かどうか知りませんけども、ものすごく北を気にかけてる人で、北主導の統一っていうのを模索しているようなところがあるんですけども、これって非常に北にとっては都合のいい話なんですね。だからもっとムンジェインさんを盛り立てていいはずなのが非難ばっかりしてるっていうことは、表面上ですねムンジェインさんが北の傀儡であるとみたいなことがバレちゃうと、北にとってはまあ不都合がいっぱいありますよね。だからお前ら裏で握りながら芝居打ってんじゃねえのというふうに私は最近思い始めているんですね。でそうだと考えればいろいろと納得できることはいろいろあるですね。ジーソミアの破棄なんかもそうですよね。だから我々は今後ですね、その、まあ、日韓関係これから良くなることはないと思いまして、いろんなこうスケジュールがありますけども、ムンジェインさんはもはやもう北と同一体であるという過程でですね、日本はものを考えたり政策を取ったりする必要があるんじゃないかなと。で連中が裏でつながってるチャンネルを持って、このどう言いましょうね、仲悪いふりしながら実は仲いいんだということも想定しながら、日本はこれから外交を進めていくべきではなかろうかなと。で多分アメリカも同じようなことは気づいているのかもしれませんね。だから極力その冷たくしてますもんね、アメリカはムンジェインに対して。だから今後の展開も含めてそういう視点が必要ではないかと思ってお話をいたしました。はい、皆さんどうもありがとうございます。